11月の20日に議員会館で金銭を授受した後、その後知事はどうされましたか、他に寄られたところはないんですかとお聞きをしましたところ、自宅にそのまま帰りましたと、そういうご答弁をいただいたんです。その答弁がなぜかこの資料要求をした後に変わられたわけです。11月20日に帰ったということについてでありますが、11月20日に、麻布に寄って、そして、町田に帰ったというふうに訂正したわけですね。それは12月10日にそのまっすぐ帰ったと僕は思っておりましたが、麻布に寄って、そこで専門委員と打ち合わせをして、そして、その後自宅に帰ったというふうに訂正させていただきます。自宅に持ち帰られた5000万円、これを数えられたと、先日の委員会質疑の中でもお答えいただきました。改めて伺います。この5000万円を数えられたのは、知事ご自身ですか、それとも奥様ですか、それともお二人で数えられたんですか、その点をお聞かせください。猪瀬知事。カバンから取り出して、数を確認しました。妻と二人で。100万円ずつの帯封でしたか、それとも1000万円まとまっての帯封でしたでしょうか、お答えをいただきたいと思います。猪瀬知事。その辺ははっきり覚えていないんです。案外記憶がないもんなんです。ただ100万円の微風だったかもしれませんよ。それは1000万円じゃなくてね、100万円のやつを並べた可能性が高いと思います。思いますということではなくて、その100万円の束で間違いありませんね。猪瀬知事。だから 100% 間違いありませんとは言えませんが、100万円の束だったと思います。これまで総務委員会において4日間約20時間にわたり知事に対し集中審議を行ってまいりましたが、多くの理事委員の中から知事の答弁が二転三転し信用できないとの意見が出されました。このような状態の中、総務委員会では限界があるため百条委員会も視野に新たな対応を考えざるを得ません。ここで総務委員会の質疑を打ち切り、近日中に議会運営委員会を招集していただき、対応を協議してほしいと考えますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認め、そのようにさせていただきます。